クアの植物工場植物工場とは内部環境をコントロールした閉鎖的または半閉鎖的な空間で野菜などの植物を計画的に生産するシステムである植物工場による栽培方法を工場栽培と呼ぶ植物工場は安全な食料の供給食材の周年供給を目的とした環境保全型の生産システムである一般に 溶液栽培を利用し、自然光、または人工光を光源として植物を生育させる。また、温度、湿度の制御、二酸化炭素使用による二酸化炭素飢餓の防止なども行う。これらの技術により植物の周念、計画生産が可能になる。植物工場にはビル内などに完全に環境を制御した閉鎖環境を作る完全制御型の施設から、 温室等の半閉鎖環境で太陽光の利用を基本として、雨天、曇天時の補い光や夏季の高温抑制などを行う太陽光利用型の施設などがある。ガラスハウスなどと呼ばれる簡易的なものはビニールハウスとの違いも少なく、どの程度の施設を植物工場と呼べるかという定義は明確ではない。1957年にスプラウトの一貫生産を行った デンマークのクリステンセン農場が植物工場の起源だと言われている。北欧では季節によって日照時間が非常に短くなるため、補い光型の植物生産が以前から行われており、これを基礎としてオランダ等の欧州各地で高度な園芸技術が発展してきた歴史がある。日本における植物工場の研究開発は1974年に 日立製作所中央研究所で開始された。日立製作所ではその基礎付けを行うため、レタスの一種であるサラダ菜を実験資料に選び、工場生産に必要と思われる環境条件と成長の関係について、定量的で精密な成長データを蓄積した。こうして、工場生産の権利である大量生産と企画化が実証された。かつて日本では、 農地法の規制により企業による農地取得が極めて困難であったことから企業が農地以外の土地に植物工場を建設して農作物を栽培するというケースが存在した2009年に始まる植物工場の第三次ブームのきっかけを作ったのは2008年に農林水産省と経済産業省が共同で立ち上げた 農商工連携植物工場ワーキンググループの発足である。翌2009年4月に報告書が出され、ほどなく100億円を超す補正予算が組まれた。また同年の第171回国会第171回国会で農地法改正が行われ、一般の株式会社や NPO 法人などの業、生産法人以外の法人であっても、リース方式で農地の権利が取得できるようになり、 農業への参入ハードルが下げられた。そうした流れにより、多くの企業が植物工場に関心を持ち、開発に携わるようになった。2009年からの第3次ブームからは、イチゴの実用化が進んだほか、ワサビなども実験的に栽培されている。また、もやしなどは、種まきから袋詰め、出荷まで植物工場で一貫生産されている。 キノコ類の工場生産については、キノコ栽培を参照。2018年には、神奈川県相模原市に本社を置く食品、製造会社のプライムデリカにより、前年に新築した同社相模原第二工場に、大規模植物工場、相模原ベジタブルプラントが併設され、11月より創業開始した。種まきから収穫までを、ほぼ自動化した植物工場で、 セブンイレブンのプライベートブランド商品に使用する食材を栽培。収穫された野菜は外に出ることなく直結する食品工場で加工して製品化して出荷するという一貫したシステムを構築している。完全制御型の植物工場とは外部と切り離された閉鎖的空間において完全に制御された環境、すなわち人工的光源、各種空調設備、 養液培養による生産を行う植物工場のことを言う。日産株数により大型からミニまで様々な規模のシステムが開発されている。大型と呼ばれるものは通常レタス換算で日産1000株以上のもので中型は日産数百株が目安になる。小型植物工場の多くはレストランなどに設置されて店3点小を実現している。 ミニ植物工場はもっぱら展示用あるいは家庭用である。一般に路地栽培と比較して以下のような利点、欠点があるとされる。一般的な植物工場の運営費を分析すると電力費が前経費の1、3、設備焼却費用が1、3となっており、植物工場の60%から75%が赤字となっているという。過去にはオムロン、 ユニクロも参入したが、いずれも撤退している。太陽光利用型の植物工場とは、温室等の半閉鎖環境において、太陽光の利用を基本として、雨天、鈍天時の補い光や、夏季の高温抑制技術等により、周年、計画生産を行う植物工場のことを言う。施設によっては、人工光による保光を行うものがある。 また部分冷却等も行われる。これは温度上昇に対して空調比を抑えるため施設の上部を開閉して植物体やその一部に対し冷却を行う方法である。また太陽光による温度上昇に対処するため外気を導入できる要半閉鎖的な構造とした施設もある。その場合には細菌等の侵入もあるため農薬も必要となる。 ありがとうございます。